はい、皆さんこんにちは。前回の動画でこちらのグリジオスターリング、通称ゴンザグレーの156をご紹介させていただき、その156の魅力について詳しく、お伝えさせていただきましたが、今回オーナーさんのご好意によりこの156のステアリングを握らせていただきましたので、その時の模様をお伝えしたいと思います。ご存知ブッソ V6 エンジンの快音と爽快なエンジンフィーリング、そしてやはりアルファロメオといえばワインディングでの気持ちのいいコーナーリングということで、思いっきり楽しませていただきました。皆様もこの156をドライブしているような気持ちでお楽しみいただけたら本望です。それではどうぞ。ドライブさせていただいている 2.5V6 と GTA の 3.2V6 ベースは同じであるが、排気量が大幅にアップされており、その分パワーもトルクも圧倒的に GTA の 3.2V がある。 GTA の 3.2V6 エンジンは最高出力 250PS 6200RPM、 最大トルク 30.6kg 4800RPM に対し、 2.5V6 エンジンは最高出力 192PS 6300RPM、 最大トルク 22.2kg 5000RPM とパワーもトルクも全く違う。しかしこの 2.5V6 エンジンモデルにはローパワーでもワインディングを気持ちよく走るための隠し味がある。それはトランスミッションに隠されている。トランスミッション自体は同じ6速ミッションで1速から6速までのギア比は全く同じであるが、実は最終減速比ファイナルが 3.2V6 エンジンの 3.733 に対し、 2.5V6 エンジンでは 3.937 とよりローギアになっている。またパワーもトルクも 2.5V6 エンジンの方が若干ではあるが高回転型となっている。それによってここ表つくばスカイラインの回り込むようなタイトコーナーの多いコースでは頻繁にシフトチェンジする必要があるが、その分 2.5 モデルの方が中高回転を多用したドライビングが楽しめるようになっている。これがアルファロメオがこの 2.5V6 モデルに仕込んだ隠し味である。ないけどやっぱこの音だよね。 音だね。音は GTA よりいいね。
一番最初がもう24年前、25年前かな、1998年、一番アルファロメオが元気だった頃だね。そうだね。後ろからゴルフ来たよ。以上でこの156の試乗を終わりたいと思います。このアルファロメオ156、はっきり言ってアンダーパワーな車ですが、それでもクロスミッションとこのブースト V6 エンジンの素晴らしいサウンドでドライバーの気分を盛り上げ、また絶妙な足の動きでドライバーを満足させてくれる非常に楽しい車で、まさに名車だと思います。それではまた次回もよろしくお願いいたします。